うわー。もうダメかもしれない。ここで終わるかもしれない。え、ルイージ8位。何やってんだ、どうしてこんなことになってんのさ。それは僕も知りたいよ。なんとかしてよ兄さん。なんとかって言われたって蜂を追い払うものなんか持ってないよ。おい、そっちは来ないでー。え、飢えてるー。おい、捕まれー。落ちた、死んだ。わ、何これ、生きてるし光ってる。ふんぬー、お前ってやつはまったく。助かったよ兄さん、ありがとう。もう勘弁してくれよな。ってまだ光ってるんだけど、どうなってるんだ。え、兄さん、もしかして僕選ばれし者なのかも。僕だって光ってるんだけど。なーにこれ、蜂の力じゃないの。蜂の力、すごいよこれ。一体何が起こってるんだ。また何か面倒なことが起こりそうだな。え、それでね、この前姫様は物知りだな。あら、ちょっと何かしら、あれはまだまだしい感じではないし、まあいつものようにマリオが何とかしてくれるでしょう。あ、そうそう、この前ね、キノジーが城の廊下でね、手まぶしすぎないかしら。うわぁ、姫様、何ですかこれは。マリオのバカ、今日は何してんだ。あ、お父さん、あれ何、すごいよ、光ってるよ、竜巻だよ。なんだあれ。む、雨が降ってきたぞい。こんな光の雨見たことないよ。眩しい、我が輩が。え、ちょっと兄さん、何これ、どういうこと。もうダメだー。あー、最後に蜂蜜食べておけばよかった。待てルイージ、お前を野放しにしたらまた面倒なんだよ。兄さんまでこっちに来ちゃったらキノコ王国はどうなるの。お前も一緒に帰るんだ。兄さん、畜生だと思ってたけどいいとこあるんだね。いいところしかないだろ。って何これ。なんだか怪しくなってきたよ。みんな何かを恐れている。一体この人たちは何なんだ。おい、あれどうなってるんだ。大変だよ、大陸が分かれちゃってる。ルイージ、兄さん、なんか離れちゃったよ。こいつこの野郎、バカ、手を離したらまたお前だけ吹っ飛んでいくだろ。僕もあの大陸みたいだね、なんつって。皆さんどうもこんにちは。ということでマリオ&ルイージ RPG、ブラザーシップをやっていきたいと思います。ルイージって死んだの？初手ゲームオーバーだ。あの謎の光、消えたルイージ、気になりますよね。ってことで挨拶もそこそこに、続きを見ていきましょう。もうキノコはお腹いっぱい、ラーメン食べたい。なんだこのおっさん、邪魔くさいな。今日のハサミの具合でも見てみるか。僕の鼻、取れてないよね。あるよね。おい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 、なんだここは。僕は一体どこに来てしまったんだ。さっきの光の竜巻でどこかに飛ばされたのね。ルイージとは離れ離れになっちゃったみたい。そもそもあいつは無事にこの世界に到着できたんだろうか。あいつ無事なのか。うわ、でっかい鳥だよ。もう、僕ってほんと面倒ごとに巻き込まれるよな。みんなもそう思ってるよ。このゲーム、RPG ということで戦闘方式もターン制バトルになっているみたいです。マリオ RPG とかペーパーマリオとかと同じだな。ターン制バトルでしか得られない要素があるのよ。いいねいいね、僕のジャンプは今日も快調だよ。アクション要素も少しあるみたいね。よし、ジャンプカウンターだ。いえいえ、どうよ。ルイージがいなくてもこの通り、セイウカルイージは置いてってもいいか。ちゃんとタイトル回収してくれ。バトル方法はこの通り。この形式ってことはレベルもあるのかしら。経験値があるってことはしっかりレベルもあるんだろうよ。どんどん戦ってマリオを強くしていこう。おいおい、こんな多いはどうすりゃいいのさ。ダメだわ、びくともしない。まさかここで冒険終わりとかないよね。どうすればいいのさ。こんな時にあいつがいればもしかしたら1000回に1回くらいは動いたかもしれないのに。ルイージ、お前はなんだかんだ言っていいやつだったよな。あれじゃお葬式もしてあげられないよ。ほら、浮かばれなくて幻聴が。ああ、生きてた。そうだよな、幻覚だよな。ちょっと、マジモンの幽霊だったらどうすんのよ。え、ルイージも同じことをしてる？バカだな、あいつはもういないってのに。冒頭からなんか悲しいんだけど。またルイージの声が聞こえた。この現象は何なの？ルイージの幽霊？それとも、
場所の記憶ってことも考えられるぜ。ルイージがちょっと前にここにいたのかもね。早速先に進んでみようよ。日常生活の中でヒヤッとすることって結構ありませんか？このコースは常にヒヤッとするコースみたいです。どうしよう、途中で意識が飛んじゃったら。大丈夫、叩き起こしてあげるから。最近ヒヤッとするコース多いよな。きっと暑さを吹き飛ばしたいって思ってるのよ。今のところ普通は、ああ、扉。通り過ぎちゃったかと思って焦ったわ。なるほど、こういう感じで驚かしてくるのね。もう驚かないぞ、何が起きたって僕は平常心だ。フラグにしか聞こえないんだけど。ほんと、どうせびっくりするわよ。下からキラーが来ているのはもう知っている。驚かないぞ。さあこの後どうなっていくのか。いつも通りの落下。ちょ、矢印の通りに落ちないと。大丈夫、これくらいなんて。大絶叫してたぜ。やっぱりね。もう強がって生きるのはやめよう。ビビリのお姉ちゃんは大丈夫。まだ大丈夫。少し鳥肌が立ったくらいだから。え、あんたどうしてドッスンに乗って平気なのよ。あれ、どうしてだろう。怖、思わぬところで怖。しかも乗っている本人がなぜ乗れているのかわかっていませんからね。これはマリオメーカー会員に登録しておきましょう。じゃあ、びっくりしたー。ギリギリなんてもんじゃなかったよね。え、またドッスンが出てくるのかよ。また出てくるとは失礼ドン。そんな奴は跡形もなく粉砕してやるドン。誰かー、今すぐパン持ってきてー。ありません。このヒヤッとはいつまで続くんだろうか。そろそろもやっとしたい頃よねー。それも嫌だろ。ってドア出たらもう追いかけられてるー。しかも床が竜巻になってて思い通りに進めないわ。ひー、つららに当たりそうで怖えー。お前ら急に。ドッスン恐怖症になりそうなんだけど。ドッスンって何のためにいるのかなー。ドッスンの存在意義を問うのとかやめてあげてー。このブロックが急に出てくるのも何のためにあるんだろうね。恐怖で変に冷静になってやがる。え、ようやくここで中間。ってことはゴールまでまだかなりのヒヤッとがあるってこと。早くこの心臓がふわっとする感覚から解放されたいわ。わかるぜその気持ち。どうしてふわっとする感覚になるんだろうな。きっと思わぬことが急に起きて脳がびっくりしちゃうんだわ。脳が驚いていろいろな信号を出すから鳥肌が立ったり寒気がするんだろうね。まるで死んだみたい。本当に死んだわよ。ちょっと待って、これヒヤッとするとかのレベルじゃなくない？ここだけ見たらただあんたがいたぶられているだけに見えるわ。いや実にいい眺めだ。こういうのっていつも俺様がやられる役目だしな。今度はお前の番だ。いやはぁ、生きてあの部屋を出てこれたわね。生きた心地がしないっていうのは今みたいな状況のことだろうね。お願い、ゴールよ、あってくれー。やったー、ようやく恐怖から解放されたわ。すっかり肝が冷えたぜ。度胸試しにやってみてね。